だからその辺を注意して、それで何度も言ってるんですけどね、私ね、あらゆるレッスンビデオの中で言ってるんだけど、上達の秘訣、成功体験しかしないことなんですよ。失敗しちゃダメなんですよ。特に体とかね、特に脳、小脳もそうなんだけど、一度与えられた動作とか行為はどこかに刷り込まれて覚えようとするんですね。でそれを繰り返し書き込んじゃうと、小脳に、小脳ってその動作がうまくいってるかどうかの判断しませんから、だから悪い動作ばっかり刷り込まれて、それがもうどんどんやるたびに出てきちゃうってことになりますから、とにかくね、この方法でいいのかっていうのがこう全部精査するのは大脳の仕事ね。ただ繰り返すぞ繰り返すぞ繰り返すぞって、どっちかっていうと小脳の縄張りなんですよ。だから繰り返しの小脳練習にかかる前の大脳のところ、本当にこれでいいのか、自分はうまくいってるのかっていうことを徹底的に精査すべきなんですよ。で精査されてから繰り返してねって。精査されてないものを繰り返すのはもうとんでもない、もうね、危険なことですから。それで壊れちゃってる人たくさん知ってますというか、もうそういう人他に行くとこなくて、うちの教室ばっかり来ちゃって困ってんだよ。でそれでとにかくもう皆さんもそうならないようにで、形が大事で、もう力入れちゃダメ。それで丁寧にこの動作、このビデオを見比べながら、もう何回も何回もじっくりやってくださいね。